はい、どうも、ダンです。ということで、今回の企画、第2弾です。そう、何の第2弾かというと、こちら。こいつさんのクッキーです。日本一分厚いと言われてるこいつさんのクッキー、第2弾。はい、さあ、いただいていこう。今回ね、これまだ一回も開けてないんで、何が入ってるか全然分かっておりません。さあ、今回のフレーバーは、お待たせしました。最高のクッキー焼けました。こいち、見てください。このめちゃめちゃ可愛いないですか？この絵のセンス。可愛い？いや、本当にありがとうございます。今回、何味が届いたのかなと。前回みたいにね、あれ今回何味とか書いてない。これはインスタを見て確認していけということや。携帯どこや？携帯どこや？俺の。A few moments later。 おー、これ全部絶対違うやん、前回と。うわ、なんか進化してる。え、1個でかない？とここにこうやって飾りながらちょっと食べていこうかな。はい、ということで4種類いただきました。こうやってね、ボンボンボンと。まずこれ、ストロベリーアメリカン。ストロベリーアメリカン、アメリカンな香りがするストロベリーのクッキーだそうです。これは最強かもしれへんぞ。見てください、このデカさ。これがエスプレッソヌテラ。でかい。他と比べてもでかいな。ずっしり感えぐい。ほんでこれか。ちゃう、待てよ、味がわからぬ。あ、オレンジの匂いがするから、これは多分キャラメルほうじ茶オレンジ。食べてからちょっとわかるんですけど、これ多分そうですね。で、これが見た感じパンプキン、パンプキン、パンプキンやと思います。わからないですが、ということでこれいただいていきたいと思います。めぐみバディ、しゃ、いただいていこう。いや、まずはやっぱこの強烈なデカさのやつが一番気になるよな。見てこのデカさ。こいついただいていきたいと思います。みんな大好き割り方。あ、崩れる。おお、ボロ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 。見てこの分厚さ。ヌテラ、ピント合ってますかね。これヌテラ入ってます。いただいていきますね。うん、生地はこの苦い感じのエスプレッソで、ヌテラといい相性。うん、めっちゃ俺の好きな組み合わせ。甘すぎずちょうどいい。甘すぎないで甘さもある。ベストの甘みっすね、これ。これチンしたら中のヌンテラがトローンってなるってことですね。うわー、絶対うまいや。うんうんうん、これがエスプレッソチョコ、うまい。で、ネクスト、ストロベリーアメリカン。ででーん、ストロベリーアメリカン、いただきます。うん、うまっ。何が入ってんのこれ。ストロベリーの果肉っぽいの入ってるけど、じゃない、なんか中に入ってるこのクッキーみたいなやつ、何？ビスケットみたいな。え、何何？うまい。ストロベリーアメリカンって言われたらすごいわかる。アメリカのストロベリーのスナックってやっぱこんな感じの味。めちゃめちゃ食べやすい。これも甘すぎないよね。次、キャラメルほうじ茶オレンジかな、多分。でれん。いただいていきます。うん、キャラメル。ん？シナモンアップル？アップルパイ？オレンジじゃない。オレンジの匂いがするから、これは多分、キャラメルほうじ茶オレンジ。最初の紹介間違えてるわ。絶対アップルシナモンや。俺の味覚がそう言ってる。アップルシナモンや。うまい。これ中にとろけるキャラメルみたいなの入ってて、チンしてとろけてくるキャラメルとか出てきたらもう最強やと思う。で、ラストフレーバー。パンプキン。多分パンプキン。いただきます。うん。パンプキン。うまい。こいつさん、こんないっぱい作ってるの大変ですね。何個作ってるんですか、一日。今じゃ大会終わりのご褒美クッキーとして引っ張りだこじゃないですか、これ。うまい。パンプキンうまいわ。これちょっと、弟にこの半分の半分ずつ、4分の1ずつあげて、順位ちょっと決めてもらおうかなと思います。うん。うまい。じゃあ弟呼んできます。弟呼んできたんで、こいつらちょっと4分の1ずつをね、上げていきたいと思います。はい。
順番にちょっと食ってやってもらって、4321と順位をね言ってやってもらいます。これを待ってる間にヌテラちょっとあるよ。ヌテラめちゃめちゃヌテラ入ってる、これ。ヌテラパープうまっ、めっちゃヌテラ。これ順位か、どれにしよう。うまい、うまいけどお腹いっぱいになってきた。やっぱあのこの分厚さというものがあるんで、クッキーのボリュームすごいですね。一個一個、これ1個で全然満足できますもん。1日1個ペースで8日もつって考えたら、幸せが8日間あるんですからね。ということでいただきます。うん、うまい、結構好きこれ。はい、ということで弟は食べ終わったということで、ちょっと弟の順位を聞いていきたいと思います。はい、まず4位、エスプレッソヌテラということですね。まさかの僕の弟結構チョコ好きやから1位ぐらいに来るんかなと思ったら、意外と4位。3位かぼちゃ。3位パンプキン。僕の弟がパンプキン食べたのはあんま見たことないですよ。パンプキンスイーツを食べても見たことないんで、それが3位ということは、やっぱパンプキンもこれ美味しいってことですよね。はい、では次2位、ストロベリー。まさかの2位がストロベリーアメリカということで、第1位はアップルシナモンということです。まさかの僕の弟アップルシナモン嫌いやったはずなんですけどね。なんか食べてんのも見たことないですけど、まさかの1位ということで、残り僕も2つ食べていきたいと思います。じゃあアップルシナモンちょっと食べよう。エドユース、これ一口。うまい、うまい、うまい。はい、ということで最後の、あー、あぶねー。はい、最後のヌテラいただきたいと思います。いただきます。ラストワンバイト。うん、うまい。じゃあまず順位を発表していきたいと思います。まず4位、パンプキン。パンプキンうまいんですけど、この4つの中やったらパンプキンは4位ですね。次、第3位、悩むエスプレッソヌテラ。エスプレッソヌテラうまいっす。でかくてね、すげえボリューミーやったんですけど、ボリューミーすぎてですね、あの一つでお腹いっぱいになってしまうと、味はめちゃめちゃ美味しいです。ということで第2位、ストロベリーアメリカン。いやー、僕あんまストロベリーのお菓子あんま好きやなかったんですけど、これに関してはうまかったですね。一番僕の中で味が強いと思いました。うおー、ストロベリーっていう感じの、ね、やっぱ果肉が入ってるのいいですね。うまかったです。ということで第1位はアップルシナモン。もうこれ僕アップルシナモンが大好きなんですよ。でアップルシナモンめっちゃうまかって、果肉もしっかり入ってる、シャキ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 してね、うまかったんですよ。アップルシナモンに僕あのキャラメルソースドバーってかけて食べたら、もう最高なんやろなって。今回のこの美味しいクッキーありがとうございました。ということで今回のこの動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんもこの美味しいクッキーぜひチェックしてみてください。またこの動画良ければいいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では See you next time. Bye.